災地にやってきた一台のトラック、その名はスコップだ。彼らは週末になると被災地に集まり、ただひたすら被災した家を掃除するという。決して自らをボランティアとは。スコップ団を束ねるのはこの男、平良。彼がブログに集合の合図を書くと、どこからともなく全国各地から団員と称した仲間が集まってくるという。なぜ集まるのか。そこに被災した家があるから。実家では今回亡くなった友達の家を、家の畑をやるところが始まりました。取り壊さなくちゃいけないという家をここまで綺麗にすると、まあ、相撲ってというね、になってくれるみたいで、それが何よりだなと。まあ、あの物があった状態だととてもね、スムーズも見せますけど、ここまで綺麗にすれば、まあ、ちょっと直せば滑るんじゃないのかなっていうふうに思うじゃないですか。それがみんな喜んでくれる。物事を考えながら、自分の家だったらどうするだろうってことを考えて、優しい気持ちでやってください。じゃあよろしく。じゃあ始めよう。それはたとえ取り壊しが決まっている家でも一緒。被災した家がある限り、彼らはスコップを片手に動き続ける。このまま潰すにしても、やっぱ先祖代々のうちはきれいにしてから潰した方がいいよっていうことで。あ、じいちゃんのか。必ず出てくんだから。こういう一番神経を使うのが家具やゴミの仕分け。やっぱその人その人によって思い出の品って違うので、もう食器とか使えなくなっちゃってても、まあ思い出としてお父さんとかがこうもういなかったりしたら取っといては置けるので、飾ったりとかできるので、それは気をつけてますね。彼らは人海戦術で手際よく黙々と作業を行います。しかしそこにほとんど笑顔はない。彼らは震災と戦っている。目も当てられない状況だった家を 2,3 時間であっという間にきれいにしてしまう。彼らの作業スピードはもはやプロ顔負けだ。終わるまでやる。スコップ団は必要とされてると思うんですよね。みんな考えるより体先に動くタイプの人ばっかりなんで。団員同士、お互いの出身地、さらに名前さえも知らない人が、それは家を蘇らせるという強い思いが先に立っているから。と、黒原さんとか位牌探せばいいのね。位牌な。このおばあさんは震災後、どうしても旦那さんの位牌だけが見つからないという。何にもいらない、もうあじらめちゃった。しかしいくら探しても位牌だけが見つからない。日も落ちかけ、諦めムードが漂い始めていた。そしておお来たか。やったやった。イエーイ、めっきりけどたまりもありがたい。一生忘れられんね。終わった後に毎回思うのは、どうやってやったんだろう。このまま終わりにするのはね、まだ早いんじゃないのかな。近い将来にいろんな子供がこの変な子供たちと時間共有する時間って来ると思う。俺ん家に例えば息子が友達連れてきたから、何もしてなかったら恥ずかしくて、やっぱり何を話していいか分かんないけど、ただ今こういうことやってれば、俺たちはあの時スコップなんだったっていうふうに言えるように、それが子供の友情とか恋愛を邪魔しないことになると俺は思う。今何もしないっていうことが邪魔をすることになってしまうから。スコップ団団員募集中。
ラジエスト。我々は決して諦めない。再び東北を取り戻すために。